ではここで注目選手をご紹介したいと思います、はいはい、1レース目の注目選手は7番の115期高田望選手です。そうだよね、115期だしね、そうよ、ここよ。今回初の小倉バンク、うん、直近5場所の初日は逃げが4回まくり1回で連帯、2連帯率が 100%、うん、逃げて番手とのワンツーは1回、番手に刺され2着が3回、まくりの1着では番手はちぎれ3着ということですね。初の小倉ですけど、そこは大丈夫ですかね。俺そこがだからよ、そこよ、そこですか。確かに卒切れ走ってったんじゃなかったかな、高田選手はね。卒切れ確か走って、うんうん、それ以来なのよ。だからペースもどんな感じなのかっていう、うん、でもまあ27とか7入れてます。まあここ入れてか、あ入れてるよ、まあ、だから次のラインが来ても大丈夫ねえのしてる。なるほど、1のラインが来ても、だからとにかく7が来たらもう僕は終わりですよ。1着に来てしまえば2着になるかもしれないってこと、はい、はい。